は女の子たちによる女の子のためのガールズチャンネルです。それではスタート。ティアラチャンネル。ヤッホー、アリサです。キラーン。ヤッホー、モネです。キラーン。今日はね、モネちゃんにねバッグの中身紹介をしてもらいたいと思います。イエーイ。これは C&C さんで買いました。じゃあまずここにチャックがあります。はい。じゃあこの中身を紹介します。はい。まず一つ目はハンカチです。もう拍手ですね。ここにリボンがついているからとっても可愛いです。可愛い。もう女子力ですね。女子力の塊ですね。じゃあ次はティッシュです。オーマイガー。これハリネズミでとっても可愛いです。ハリネズミ好きですか？好きです。何買ってる？はい、インコを買ってます。インコ。はい。鳥好き？好き。もう動物はもういっぱい好き。次はキッズ携帯です。これあれだよね、これ新しい。そう、なんていうの、タッチパネルみたいな。タッチパネルになっています。でこれさ、りなちゃんもね色違い持ってる。うん。次はこちらです。たくさん入ってますね。はい。まずはノートです。かわいい。これはお出かけとか、ちょっと時間が空いた時とかに、なんか絵を描いたりとかメモをしたりとかしています。研修生みたいな。はい。真似しよう。アリサも真似します。はい。続いてはいつも学校で使っている筆箱です。はい、シンプルですね。うん。後ろがめっちゃかっこいい。こんな感じです。あ、またハリネズミ。またハリネズミ。ハリネズミが大好きだそうです。お財布です。これもかっこいい、ストライプだから。うん。筆箱と同じようにストライプになっています。めっちゃ新品。新しいですか？いや、昔から使っていて。めっちゃ綺麗なんだけど。もう大切に使いました。お。じゃあこれで最後です。お、最後。最後はメイクポーチです。もう女子力ですね。めっちゃ可愛いこれ。なんか給食のパン、パンとか牛乳とかジャムもあるね。あ、ここにさ一つだけ刺繍があります。食パンの刺繍があります。とっても可愛いです。ワンポイントおしゃれだね。以上です。ティアラチャンネル。ということで今回はモネちゃんがねバッグの中身紹介をしました。もう参考になりましたか？そこの君、参考になったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。